現在海外に留学することはみんなにおなじみになっており、ますます盛んになっております。特には日本留学でございます。日本は世界に一流の教育環境がございまして、将来には若者に強固な事業をお国でございます。光は迅速で高価に日本語を獲得すると、学生にいい学習環境を作ってあげます。それで光会社が日本留学募集の分野で社会の発展需要にかなうために成立されました。光教育協力有限会社は日本語の教育と日本留学志望の分野に専業で運営しております。光教育協力有限会社は2014年10月に成立されており、文福省の計画都市省より留学諮問事業につき経営登録教科書を交付されておりました。2017年に光は日本の学校に入学した60名留学生を送り出しておりました。例えば ASEAN 日本語学校、ユニタス日本語学校、東京国際学園外語専門学校、大阪観光ビジネス日本語学院、山梨学院大学、城西国際大学などでございます。現在60名留学生いらっしゃっており、その中に2018年10月生に入学する35名留学生で、2019年4月生の入学予定の25名留学生でございます。光の助言により2018年9月10日には2019年4月生の入学の留学生に新しいコースを開講いたします。2019年に光は日本へ留学に行く100名留学生を送り出し、2020年に150名留学生を送り出す予定でございます。この目標は叶えるように、光は一心質量効果という方針で努力し頑張っております。光会社の第一のパートナーは ASEAN 日本語学校、セントラルジャパン日本語学校、愛知おこのは学院、ユニタス日本語学校、東京国際学園外語専門学校、大阪観光ビジネス日本語学院、 NSG カレッジリーグ、日本福祉大学、山梨大学、城西国際大学、県日本語学校、千葉国際学院などを含んでいらっしゃいます。光の近日の目標は、卒業したのに働いてライフスキルを磨くとか、知恵と知識の練習とかをまだ学びたい学生に多くのチャンスを作るために、日本での外国語、経営学、法学、学学などという専門がある大学や大学院とご協力いただきたいということでございますが、ご来週での各国に追いついて進出するために、ベトナムの開発の基礎であることを存じ上げております。最初に行うことは、教育を改正して教育への投資や人材を養成すると思っております。したがって光は知識のトレーニング、スキル、業務の教育に集中して、卒業の後の留学生のためいい学習環境と労働市場を作りますと思います。光は学生へのトレーニング環境と知識を持ってくると、学生の未来を作成することを約束いたします。光会社は永遠にベトナムと日本の間でブリッジになると期待いたします。